さあ、リワプルは揺れはウォーカロンが鳴り響いてるらしいです。どうやら。ラスト。そう、よなクロップラストアンフィールドでございます。はいはいはい。はい。や、ちょっとなんかその光景見たら泣きそうだな、ちょっとないや集中集中。我が軍に集中。リワプル、点決めたおお誰だマカリスターマカリスターマカリスタが決めた。ちょっと待ってね。うい。うい。で、どうなんだこれ。これで、いい感じやな。 いい感じですねはにさあリバプールはやっぱ勝って締めねえとよ最後はよ私しか退場出んのかそしてリバプールまた決めたリバプールまたクオンザクオンザまたクオンザこの前も決めてたやんなんうんあそしてあついに最後は やはり大鳥を飾る男伝説ユルゲン・クロップ入場しますかうん今来ましたねおおクロップクロップ来ましたねさあまあ拍手ですねこれはねお疲れ様やね本当。いや9年間かいや9年や9年でさあこういうふうにやめ方がそう自分で選べるってやっぱすごいよなまあいいよなホんとな いやこれはすごいわ。うーん。いやー。うわー、大行くとうわー、大行くと。ああっ逃げた逃げた逃げたはないが。もう一週さもう一週さおお。いやいいですね。このパーカーいいね。これなんだろうね。ね。センキュー。センキー。LUV の。あー。後ろにもね。 アイルネバーォーカー。わーみたいな。書いてありましたね。ウルネバーじゃないんだね。最後、ねうわー、なんかちょっと、泣けんな、<あ>おいこれは、吸収する。<laughs> 9回回るか、これ。<laughs> れいやー、すごいな、これはな。ファンはな、うこうなるよ。そうだな泣けんな、これは。いや、本当にクロップがいなくなるんだな。そうねそう考えたら。 次はどうするんでしょうね。まあ一旦は休養すると思いますけど。やっぱでもプレミアのあれはちょっとなんか下がるよね。まういう盛り上がりはね。さすがにクロップはもうそれぐらい大だもんな。まあでも過去にもやっぱそういうのあったよね。時代っすね。まそう。時は流れてくるすそうね。いやこれはすごいわ。本当おめでとうございますよね。これはお疲れさすっす。おぉ、取ったトロフィー。 そうそう、タルトロフィーだわ。いやー、ピカピカですわ。いいな、あのミニッチュアかわいいな。ね、いいなミニトロフィー欲しいな。いいねー。えー、さあ、まあ、めったにないことだからね。味わっていきましょう。 ええー、つつさん、322サバイあります。ありございます。えー、これが魔境プレミアリーグ、最高です。ユルゲンクロップ、また会いましょう。確かに、またどっか、そうだね。また帰ってこていいかな。どこでやるんだろうな、次。イタリアとか、スペインとかでやんのかね。ねえ。まあ、絶対もう、まあ、イギリスではやんないじゃん。イギリスではもうやんねえか。うんうん。まあ、またどこかで元気に監督やってるとこ見たいですけどね。どこでもいいですけど。そうね。うん。ああ。クロップのパンチ。クロップのパンチも終えて、 いや、アンフィールド、クロップアンフィールド行けなかったのは心残りだね。うん、アンフィールドという土地がね、うん、難しいけども、でも。音声聞きたいなな音声聞きたいなあそう音声切ってるからよ。そうなのよ、臨場感がよ。臨場感がねえのよ、あんまなそうなのよ。日本語のさ、なんか、インタビューとかさ、日本語のあれ通訳ってないもんねその場で。ああ、でも、スポ TV、いや、でもやってないんじゃないそれは。スポ でも確かに実況解説とかそのままやってくれてたよね、うん、なんか<の>黒っぷりバプール MVP はファンダイクセイノガットで時点サラーアリソンいや黒っぷりバプールのでもさすがに黒っぷりバプールの MVP やったらサラーじゃねえか今季とかじゃなくてでしょいやもう9年間の MVP さすがにサラーじゃないですかさすがに、うん、サラーダイクアリソンだな金属、うん、年数 あれだったらさすがにサラーっていうか,なんか21世紀のベストプレーヤーでしょサラーが、まあ、ーうわそれはええいプールのみならずですからねうんいや俺はねリバプールがすげえと思うよペップシティを差し置いて優勝したリバプールが俺はやっぱクロップってすげえなってちょっと思うもん俺はむしろクロップがあそこの年に 勝ってくれたからこそ4連覇で済んでるって感じ。あのクロップのリバプールなければ何連覇だ ?7 連覇か。マジでプレミアリーグの人気落ちてたよ。血まで落ちてたよ。本当に。<laughs> クロップがいたから、あのー、プレミアリーグの人気は落ちてない。本当にそう思う。で、その魂は引き継ごうもうペップと戦うのは。アルがタさんざすかうん。でもね、 この2年でね、いやあのね、あのー、仮に今期 CL 優勝とリーグ優勝どっち選べると言っても俺はリーグ優勝選んだんですよ。<ー>なぜかっていうと、あの、ペップとクロップっていう今のプレミアを作った2人を差し置いて優勝できるチャンスだったんだよね。うーん、確かに。ペップシティとクロップリバプールに割って入って優勝争いしたクラブって、あのー、アーサルが初じゃないですか。アルツターアーサルが。 うん、明確に優勝争い、リーグのね。もちろん、あのー、CL.To Hell c h e l s もめちゃくちゃ強かったんだけど。だからリーグ優勝っていうところでは、あれでしょあのー、争ってないじゃないですか。まあそうやな、ほんとにな。うん。そういう意味で、あのー、今季取りたかったって思いはある。うん。だからこそ、来季取んねえと、もう、ペップ、インドを渡してやんねえと、マジで。 本当に、ありがとうぞ。二度と組んだ、バカハゲガと。<laughs> 二度とイングランドのチーじゃねえバカハゲがって言いながら。<laughs> うん、バカではな、ね、ハゲではいるけど。えー、コップちゃんとレさん320円すみませ頑張れよ、グーナー。頑張れ、アルツさん。どんな成績でも一生できない気分を味わい続けるんだよと。<laughs> 大シーズンだ。もう本当に。まあ、あのね、リアルな話。まあ、そこまで、天下は、もう、もうすぐよ。いや、あす、あと来、1年。1年 1> <laughs> うん。次は優勝するわ。残されたチャンスあと1年、マジで。このペップシティを下すっていう夢。もう本当に。うん。ペップ、そう デブラインがいなくなったらきついだろうな。さすがに。リバプールはほんとどうなるかだね。マシでわかんないわ。リバプールはわからん、もう。もうわからんわ。下手したら優勝するかもしれいしな。うーん,うん、うん。<laughs> ウィーンつって、スロットクソつえみたいな。パターンもあるしな。あるかもな。<laughs> ただ確かにな、なんか、あれだな。なんかちょっと一個よぎったのは、一回目がな7で優勝できなかったリバプールあったじゃないですか。うん。でも翌年、 もうその何なんだろう内容そのままに第一節から駆け抜けていったでしょそうだねアンサれもそのパターンあるなっていう確かに2024年鬼強いじゃないですか15勝1分けいっぱいうんめちゃくちゃ戦力も次もうんあの時誰が来たか追加戦力来てないあの時リアプルはマジでうん補強取ってない <laughs> とんでもねえなそうなんだよね